どうも、ジョマンマタケシです。今日も元気に NBA2K モバイル、実況の方やっていきたいと思います。で、まさに今ね、挑戦イベント来てます。どうです、皆さん。で、私の方は、もう今ほどさっき、こちらの、ショーン・ケンプ、パワーフォワードの方をゲット、まあ、できる体制となりましたので、まあ、ゲットで使用する感じと、まあ、イベント始まったばっかですのでね、もしわからない人のために一応攻略の方法なんかも、コツなんかもね、お届けしていきたいと思います。で、お願いします。ジョムラマタケシの NBA TV。はい、ではまず、受け取りやりましょうか、受け取り。まず最初の報酬ですね。ですね。ですね。はい、いただきます。ショーケープ、イエスさあ。イエス、はい。で、今、俺、それまでは、こういうパーティーで回ってました。こういうパーティーで。で、こちらの、アーロン・ゴードンの方ですね、を変えていきたいと思います。アメジストだったんで、で、一応ね、どれだっけ？どこだ？オニキスだから、もうちょっと、あ、ここだ、いた。で、あ、バッシュがもう全部、あれなんか、まあ、とりあえずこの辺つけとくか。メンターは OK。サファイア。おし、OK。一応鍵しといて、アビリティなんだ？他に、あ、ジャムマスター、じゃあ 10%。ジャムマスター系のアビリティはあれだね。他にジャムマスターがいればっていうことだね。はい。じゃあこんな感じで、やっていこう。とりあえず、レベル、アップグレード1回だけさしとくか。適当にこの辺、いっぱいあるカードを中心に、適当に食わせます。とりあえず1段階だけ上げとくか。まあ、この辺はね、後でちょっと上げときますね。強化もしとくか。まあ、とりあえず16レベルまで、ブロンズ全部食わして16だったんで、とりあえず16レベルまで上げていこうか。まあ、この辺ちょっとイベント終わったらもう使わないんでね、あんまり。どのぐらい上げるかっていうのがね、微妙なんですけど、まあ。とりあえず、25ぐらいまでは上げていいと思うんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっと2万いきましたね。アメジストじゃなくてオニキスにしたんで、パワーも上がりました。このメンバーで。で、一応ね、この挑戦のやつってさ、パワーがそんな低いじゃないですか。決勝というか、第7戦目まで行っても2000とかなんですけど、まあ、ただ負け、あんまり低いと、パワーが負けちゃったりするんで、まあ、一応、ここでね、ジャムマスターだけで行こうと思って、一応ルビーいるんですけど、ルビー。で、序盤の方は全然これでもいいと思うんですけど、まあ、なんかいろいろもう変えたりするのがめんどくさいんで、もうこの 60% の僕はもうパーティーで、これで回ります。基本もう 60% で。まあ 60% で回ってて、またね、このダイヤ手に入った時には、ガードは、まあ、ダイヤだったら変えていいと思うんで、それ変えたりはしますけど、まあ、基本変えないと思うんで、まあ、これでやっていきます。で、ちょっと最後第7戦ですね。ここの、困難のスコア、ストリークボーナスもらえるんで、最後第7戦で勝利して、お別れしたいと思います。でね、やっぱり第7戦まで勝ち上がって、おまけのね、1500ポイントもらうのが、結構攻略にとって大事になってくるんで、もし、まあ、序盤だったらもし、まあ、でも負けることはないんですよね、序盤で。駆け上がってって、もし6戦目とかでもし負けそうになったら、その時はもう、アプリを、試合を終了していいかなと思いますね。もったいないんで。とは思います。あとはやっぱり仲間でジャムマスターの、選手をパーティーに入れて、選手をパーティーに入れて、まあ、少しでもね、もらえる得点をアップさせていけばいいかな。で、もし負けそうになった時はこれですね。ゲーム終了ボタンここにありますんで。これか。ゲーム終了ボタン。ね、これ。これね、もういいや。これね。はい。まあ、それでいいかなと思います。じゃあやっていきましょう。私がワシントンですね。ちょっとルイ手に入れたんで、ワシントンにあれからしてますね。決勝というか第7戦なんで、ちょっと油断してると負けちゃうんでね。そのまま。こっち。
あ、嘘、危ね。OK。嘘。マジで。ナイス。スティール結構ガンガン、やっぱパワーが低いんで、相手は。スティールガンガンでき。え？先制点取られた。まあ大丈夫、大丈夫、安心していこう。ビッグ呼ぶ。いけ、中。あ、よし、うっそ！ああ、逆に。あ、でもリバウンドがめっちゃ取れてますね。うっそ、お前。もう一回。もう一回、うっそ！何回ゴールして外すんだよ。しっかり。OK、ナイス。前出して。止まっちゃったよ、おい。速攻出したかったのによ。あ、中取ってるから出してあげようか。中、インサイド。ちょっとそっち、タップして。落ちた、落ちた、落ちちゃった。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。やべえ、うわ、ファールになっちゃったよ、おい。2点、1点も取れてねえぞ。OK。そのまま。ああ。止まっちゃった。OK、とりあえず。とりあえず OK。とりあえず、あ、やべえ、抜かれた。とりあえず、同点で、同点でいいや、もう。変にこれ、ファール2回目やって。お、入んなよ。OK。変にファールやってね。これで、相手に、得点許したら最悪だから、フリースルー与えて。まあ、とりあえず同点であればね、200点もらえるんで。次勝ちゃいいですか？次勝ちゃいいですから。OK、じゃあ、2戦目行こう。挑んでいこう。しゃ、マジ負けられない。どうしよっかな。ピックまず呼んで。お、ガラ空きだから。これいける、これいける。中いける、中いける。いけ、中！うまい！オッケー。手堅く。これマジでね、絶対使えるポイントですね、今の。ピック呼んで、ピック待って、インサイドガラ空きだったらパスっていう。これは本当に使える技。オッケー。前出す、そこ。前出せるか。いける！これいける！イエス、さあ調子いい、調子取り戻してきた。調子取り戻してきたよ。ちょっと待て。やばいって、それやばいって、それやばいってごちゃごちゃしてて、オッケーブロック。速攻。誰か、あ、こいつ空いてんじゃない？オッケー、いいですね。パス通りました。8対2。お、時間使ってきやがるか。お前ら得点取らないと負けちまうぞ。おし、オッケー。連発ですね。ダンクいけるか。ケンプの。ああ、ダンク行きたかったんですけどね。ダメでした。まあ、今回のイベントはピンク報酬、ピンクダイヤ報酬、確実にゲットしていけるイベントですので、で、また来週ドミネーションじゃないですか。ドミネーションマジで無理なんで。まあ、ここでちゃんとね、しっかり勝っていって、ダンキング、勝ちましたね。余裕ですね。いやーもう自動でいいでしょ。いやー勝ちました。ありがとうございます。はい、試合の方が終わりましたね。で、7戦全部勝つことによって、イエス、こんなストリーク獲得しました。まあ、この1500点がね、大事になってきますので、しっかりそれをゲットしていくことですね。で、一応、まあ、初日で1万点ぐらいはいくと思うんですけど、この後。で、あと、7万5000点ですね。目指して、ジェラルド・グリーン。
目指していきたいと思います。はい、という感じでね、まあ、イベント始まりましたという感じで、動画撮りました。また皆さんも一緒にイベント頑張っていきましょう。では今日はこれで失礼いたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。